あゆなおならをしたね。おならをしてケツをかく。やりたい放題だな。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、また QR コードで読み取っていきたいと思います。ほい、読み取る。ほい、K 君、ノリ系、第一印象気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ガンガン型、元気の塊タイプ、思いつきで何でもやる、何かやりだしたら誰にも止められない。いいね、いいね、もっとガンガン賑やかになりそうな感じがする。ほい、ということで新しく来た K 君からちょっと見ていってみようか。お、お、なんだこれは。この部屋はジムみたいな感じやね。おー、ルームランナーに、あれなんて言うんやっけ、パンチするやつパンチするやつで、なんか持ち上げるやつとダンベル、全然名前知らねえ。そしてハムスターみたいな格好してるね。思いつきで、まあ、人生一回しかないから勢いも大事だと思う。ああ、 K 君の島の管理人さんやっぱ気にしたりとかするんかな。そういう管理人同士の情報とかもなんか共有されたりするんかな。黒影さんがもやっていらっしゃる。びっくりした、一瞬サングラス外したんかと思ったよ。興奮中で、興奮中、どうしたどうした、何があった。喉が渇きました。喉が渇いた、興奮して喉が渇いたのコーラしかなかったけどよろしい。はい、コーラ、ほい、お飲みよ。いただきます。どうぞどうぞ。お、よかった、すごく美味しかったようです。お、すごくよかった。好物1位、コーラ。お礼にこれもあげます。ほいほい、なに、なにそれ。実用品万華鏡をもらいました。お、いいね。万華鏡とかなんか小さい頃持っとったけど最近見かけもせんな。お、ニュース速報、なんだ。ニュース速報です。ほいほい。この度、マンションのオープン、何それ。あなたに聞きたいが開催されることになりましたって言われても、お、なんだこれ、ひな壇芸人みたいな。あきちゃんが司会者や。何か質問したいことがある方は開催して、誰でも開催できるん。じゃあちょっと開催してみようか。常になんか開催されとるわけではないということか。マンションの屋上、屋上イベントスケジュールってやつ。おお、いつでも開催、あなたに聞きたい、やってみようじゃないか。お待たせしました。お、黒影さんが司会者。質問を一つ選んで入力してください。なんだこれ。あ、自動入力ある。チューリップを集めてる人、集めるものではないけど。毎朝ガリ弁している人、すごいね、真面目だ。母親を自動ドアって呼んでる人、どういうこと？どういうこと？ちょ、聞いてみよう。母親を自動ドアって呼んでる人いるの？あ、決定でいいよ。質問する。母親を。自動ドアって呼んでる人、はい、結構いるな、3人。え、ケン君びっくりしてるけど。え、どういうことだろうか。続きまして、第2問。平泳ぎが下手な人、頭の中が立ち読みでいっぱいの人、どんだけ立ち読みしたいの。もし生まれ変わったらウサギになりたい人、かわいいね。じゃあ、頭の中が立ち読みでいっぱいの人、そんな特殊な人がいらっしゃるの。頭の中が立ち読みでいっぱいの人、はい。おー、一人、台湾さん。そんなに立ち読み好きっすか。まあでも漫画とかね、楽しいけど。それでは最後の質問です。おしゃれ雑誌かもしれないけど。自動入力。汗っかきが好きな人、わざわざ汗っかきが好きな人っていうのがいるの。ガリ弁がうまい人、ガリ弁がうまい、毎晩芋掘りして、え、
毎晩芋掘りしてる人は誰？毎晩芋掘りしている人？はい。おお、あきちゃん、なぜ？え、てか、どこかに埋まっているのかい、芋。自家栽培かな？ありがとうございました。なんかいろんなことが分かったようで分かっていないような、今の質問の答えは生かされるの？いつか生かされるのだろうか、このゲームの中で。まだ結構もやっとる人おるね。じゃあちょっと。お、ユニポンちゃん寝てるの？夢。猫も見かけませんでしたか？え？黒くて大きなやつです。なんだって？なんだって？みんななんか寝言面白いけど。夢。へ。くしゃみか。夢の中ではくしゃみをする。なになになに？おお、え、なに？ふっ飛んでったよ、自分が。どういう状態？どういうわけか、実用品、風邪薬を拾いました。ほんとどういうわけなんだ。は、おはよう。あゆらのそっくりさん、こんばんは。あ、そうそう、もやってんだね。お菓子？あ、お菓子ね、おせんべいがあったと思うよ。あ、ポップコーンもあるね。ポップコーンあげとこっか。はい、どうぞ。めっちゃ山盛り。いただきます。お、すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。好物1位、ポップコーンだ。お礼にこれもあげます。ほいほい。え？ごめんね、さっき寝てる時に拾っちゃったんだ。ユニポンちゃんの懐方。いいことだけ信じる。それね。うん、一緒一緒。占いはいいことだけ信じる。だって朝の占いコーナーとかだってさ、見る番組によって全然結果違うやん。お、呼んでるけど。もう一回来いと。遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。寝起きで元気だね。トントン相撲。フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。スタート。お、今回はマサオさんが行事か？残ったー。神相撲。でもね、こういう神相撲とかってね、実はあんまりやったことないんよね。まあでもなんか、昔、小さい子向けの本とかの、お、負けた。小さい子向けの本とかでよく、付録にはついとったけど、今時の雑誌の付録はすごいよね。なんか、進化しているよ。お、今回トイレットペーパーじゃない。お宝ティッシュをもらいました。でも、ティッシュ系統なんだね。なぜだろう。哀れみの気持ちだろうか。お、台湾さんとアスム相変わらず仲良しで。興奮中どうした？二人で何をした？ゲームかい？新しい帽子が欲しい。いいよいいよ、買ってこよう。いらっしゃいませ。このカタログっていうのは今まで買ったやつかな？ということだね。ということで、変わり映えないよね。ワークキャップで。男物がこれしかないから。しょうがない。ほい。でも今せっかくさ、なんか、ヘッドフォンつけてるのに。私のとこに来るとなんかどんどん特徴がなくなっていくけど大丈夫ですか？皆様。ほい。ケン君とお揃い。お、まあまあ気に入った。気に入ったんだ。よかったよかった、それは。起きるのが辛いです。私も起きるの辛いよね。しかもなんかさ、夜中とかずっと起きとっても平気やのに、一旦寝たら起きるのがすごく辛いんだ。継続して起きとく方がね、ずっとマシなんだよね。カーテン閉まってるところはみんな何寝てるの？お、寝ていらっしゃる。
著、K 君の夢を。夢を見てみようじゃないか。お、なんだ？ちょっといいですか？ほいほい。実は私だけ。こいつ、え？食べ物が喋るよ。誰だよ。え？キムチだー。キムチなんだ、あれ。え、どういうこと？食べられた？てか、人でかくね？キムチ落ちとるよ。またあの夢か。あの？また？そんな何回も見てる夢なの、あれ。どういうわけか食べ物キムチを拾いました。え、なに？マサ夢か何か？私がキムチを持っていく。あれは私の手だったのか？ここは、おしっしーさん、夢見てない。ここは、ケンくん。怖い怖い怖い。どんないい夢を見てるんだ？夢の中にお邪魔しまーす。ん？光を当てるとミーが元気になる。光。当たってる？室内だからそんなにも当てれないんだけど。ダメか。ほ、あ、ソーラーパネルが手に入る、すげえな。夢か。どういうわけかお宝ソーラーパネルを拾いました。おお、すげえ。でもなんかソーラーパネルってさ、なんか電気代を安くするためにつけるはずなのに、その、安くするためにつけるソーラーパネルが結構高いよね。あれはちょっと、いかがなものかと思うのだけれど。ちょっとニュースをチェックしといてみよう。ほい、ミーニュース。ライチちゃんだ。ほいほい。空から落ちてきたのは。なぜ？なぜ？神様なんだね。え、台湾さん、うちのマンションに住んでるよ。神様だったんだ。すげえな。ほいほい、シッシーさん。感動して。神様やもんね。おお。はい。はい。なんかさ、ミーニュースへの台湾さん出現率高いんだけど、なぜ？お、誰か浜辺にいるね。誰だ？え、なんか超走ってんですけど。誰？これ以上近づけないのか。めっちゃ走ってるよ、ちょっと。お、近づけた、近づけた。お顔が拝見できないけれど。あー、去ってゆく。なんだ、一人で青春かな？うおーみたいな。え？あゆな、おならをしたね。おならをしてケツをかく。やりたい放題だな。何？弟の部屋にいるからって。興奮中です。どうした？今日はみんなえらく興奮してらっしゃるね。新しい服？あ、じゃあね、発表会の服でいいんじゃないかな。コナンっぽい感じの。へい。無駄に高いね。ちょっと今一瞬思ったんだけど、買ってみて思ったんだけど。はい、どうぞ。チンチクリンだけど。あ、いいね。幼稚園児みたい。結構気に入ったようです。結構気に入ったのか。ちょっと今衝撃だったんだけど。なになに？お、オルゴール。どうしたみんな、男の子たちオルゴール多いね。髪型変わってないよ。え、あれっすか。2ミリ切ったのに、とかそういうパターンの人。それはわからない。もうアユナ眠そうじゃないか。
ここは、あ、やっぱりマサオさんやったんや、浜辺におったの。お、ライチちゃん寝てる。夢見てるね。え？何、どうした？ちょっと夢にお邪魔しますよ。え？こい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 。何かする。な、何？あ、なんだこれ。ちょっと今ゾワってなったんだけど。あ、え？足が出てきた。あ、怖い怖い。ルンルン。ゾワ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 。せっかく可愛いのに。どういうわけかお宝串を拾いました。串、髪の毛があんな状態だったから？はっ。起きたかい？いや、寝てたよ、今。今夜はオールナイトです。おお、なになに、明日何かあるのかい？頑張ることはいいことだけれど。ウッキウキだね。あんな夢見たのに。逆にうなされそうだけど、ああいうの。あれ、何が落ちとんやろ？人生ゲーム？違うか。プラモデル？なんかよくわからんもんが落ちとる。黒影さん、ユニポンちゃん。アキちゃん。台湾さん、おしゃっくりしてる。お、ミュウバイトに出かけてったよ。ウキウキ。シッシーさんは寝ていらっしゃる。お、入ってしまった。ん？今、しゃっくりしてた？お金でしゃっくりなくなり。あ、それはよかったです。どうもどうも。いいね、南の島でバカンス。なんか、100万100万あげたら宇宙旅行に行くっていう話を聞いたことがあるけど。ね、コメント欄で言ってくれてた人が。すごいね、お小遣いで100万あげるってことやろ？それはそれでなんかすごく、気前のいい管理人だな。マサオさんはまだ走っているらしい。走ってなかった。もう終わりましたか、走るのは。よいしょ。走り終わってなんだい？黄昏れてるのかな？微妙に足動きよりよね。動きが細かい。はい、ということで、どうかな？今回はこの辺で終わろうかなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今日ゴミの日だっけって今言ったけど真面目だね。みんなそんなこと多分気にしてないよ。